日本三景、松島の紅葉の名所の一つである扇谷をご紹介します。国道45号線から歩いて5分ほど登っていくと、大きなもみじの木が見えてきます。毎年11月中旬から下旬にかけて、もみじの紅葉が見ごろを迎えます。晴れている日は午前中がおすすめ。それでは石段を登って山頂に向かいましょう。山頂には金字塔があり、だるま像が彫られています。展望台からは扇を広げたような景色が見え、海には島々が点在しています。入り口付近のもみじは見上げるほどの大きな木で迫力があります。奥に行くと間近でもみじを見ることができます。のんびり歩いてみて、自分だけのお気に入りの場所を見つけてみましょう。